こんにちは、社会人の辻です。それでは、早速、質問コーナーに、を始めさせていただきます。すでに皆さんにはお伝えしておりますが、代表質問ということで、皆様からあらかじめ、いただいた、質問内容、それを私が、代表して、質問させていただきたいと思います。それでは、早速質問を始めます。まず1番目の質問ですが、今回のアルバムフラワーの世界観を教えてくださいと。世界観ちょっと難しいと思うんですけど。難しいですね、はい、世界観、まあ、世界観、まあ日本語でうまく表現できるか分からないんですけど、主題歌、主題歌をなんか分からなくさせてみたかったですよね。その PV 見たらこれが現在か過去か未来かだったら、他のまた J3 の世界か分からなく、その映像見たらそれをなんかこんぐらがる感じでなんか作ってみたかったで、だからこそもっとまあなんていうか、馬、普通の馬 の, その顔がちょっとなんか怪物みたいになってるし、普通の魚も顔が違うし、僕のなんか、まあ、なんかペルとしたらなんか青の 何度かを出したり、それをわざと入れてその時代感をなんか知らずにさせてみたかったです。すいません、最初からとっても難しい質問しちゃったみたいで申し訳ございませんでした。じゃあ次の質問は、今回のアルバムはジュンさん自身の、作詞が多く、とても前向きなジュンスが葛藤している感じの印象を受けますが、どんな思いで、詞を書き、またどんな思いでフラワーというタイトルにしたんですかという質問です。まあ今回の、まあ、作詞と作曲といろいろしたら、まあ、13曲の中で8曲ぐらいなんか作ったんですけど、まあ本当に僕がまあ普通になんか想像しただけで、それをなんか主題でなんか歌詞を作った曲もあるし、本当の僕の小さいの、なんていうかその経験で作詞したこともあるけど、特にこのフラワーっていうそういうタイトルの曲の意味はいろいろたくさんありますけど、まあ咲くためのなんかそういうつぼみっていうか難しいな韓国でもいいですか。いいです。꽃이라고하면항상이렇게온화하고정말아름답게핀꽃들만있잖아요아름답고그런이미지가있는데꽃이라는게그런것만이아닌피지못한꽃피기위해노력한꽃뭐꺾인꽃무참히밟힌꽃여러가지가있잖아요그런분들그런부분에저는꽃이의의미였고요그래서뭐여러가지뜻이있지만그꽃봉오리를만개하기위해꽃을피우기위해뭐노력하자라는뜻도담겨있고그렇습니다花というと一般的に私たちがイメージするものというのはなんか美しく咲いているそういった花をイメージしますよね。ですけれどもそういう花ばかりがあるのではなくて、例えばつぼみから咲くことができなかった花もあれば、咲くために努力をしている花もあれば、また咲けずにこう咲くことができずに折れてしまった花ですとか、あるいは踏みにじられてしまった花、そういった花もあると思います。ですからこの花フラワーという意味にはそういう意味が込まれています。まあいろいろな意味があるんですけれども、そのつぼみを咲かせるために努力しよう、そういった意味も込められています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。で、今回のアルバムの中にお兄さんのジュノさんの詩も入っていて、ラブユーモアという、曲だと思うんですが、お兄さんが優しくジュンスさんを見守っている詩のように感じますが、
この詩を受けてどんな気持ちだったんでしょうか。はい、まあ今まで僕のアルバムの中からある曲の中で結構まあ結構作ってくれもらったんですけど、今回の3つ目のアルバムにはナビっていう、超っていう曲と Love Him、 そして Hello Hello っていう3曲を作ってもらったんですけど、特にまあ超は本当に僕も歌詞見てからすごくびっくりして、だから僕とファンの皆さん、ファンの皆さんのそのつながりをその第三者として、第三者としてそれをなんか僕が感じれるするのをそのまま作った歌詞で、本当にその歌詞見てからも僕もなんか癒されたし、なんていうか本当に気持ちよかったです。本当に今その毎度そのステージで歌うたび感動もらえ、僕も個人的にもらいながら歌ってます。はい、ありがとうございます。で今回のアルバムは、ジャケット、振り付け、全体的な、制作に関わっていると思いますが、制作の段階で、難しかった点、また苦労した点があれば教えてください。どういう辺ですか。どの辺、アルバム、制作ですね。特にアルバムの制作は毎回僕がなんか一つのアルバムなのにいろんなジャンルをいろんなジャンルの曲を集まって、その一つのアルバムに仕上がった方ですけど、その心と、そしてなんかずっとなんかスペシャルな特別なその音楽のなんかジャンルをなんか作っていきたいというそういう気持ちと、その真ん中を中心をなんかうまく取りながら行くのが毎回その制作の中から一番難しい部分なんですけれども、それをずっとなんか事務所と会話してから頑張って作ってきたんですよね。でも一番結構順調で来たじゃないかなと思って、結構いい仕上がってるんじゃないかなと思います。そんなに大変な苦労ではなかったと、順調に、進んでいたということでよろしいでしょうか。はい。で今回 のアルバムの中にミュージカルインライフという楽曲があると思いますが、作詞はジュンさんが担当して、いらっしゃいます。ジュンさんの赤裸々な気持ちを綴られていると思いますが、これまでもミュージカルにもたくさん、出演されたり、昨年など、ミュージカル要素たっぷりなバラードコンサートを、行われていらっしゃいますが、ミュージカルに対してご自身の中でどのような位置づけ、存在なのでしょうか。はい、ミュージカルについてご自身でどう思い、どういう、自分の中の存在なのかというご質問です。ミュージカルは今僕の何ていうか一番大事なこと、まあ、一番やっぱりこの今回こういうアルバムを出して僕のステージコンサートをするのもやっぱりもともとこれから始まったから一番重要なんですけれども、また新しい僕の未来っていうか新しい夢っていうか、そして一番なんか死ぬまで歌えれば死ぬまでずっと生きたいのはミュージカルですよね。その僕には本当に一番大事な一番大好きな部分なんですけれども、それまた一番特別な感じで言えば、僕は結構なんかいろん なんか変化があってから結構、まあ、1年間ぐらいなんか結構休んでたじゃないですか。でもその中から初めてのまたステージに立つことにしてもらったっていうのがミュージカルの舞台だったので、だからこそもっと僕には一番です僕には。はい、ありがとうございます。で今回のアルバムの中で特に思い入れのある曲はありますか、またそれにはどんな思いが、込められているのでしょうかというご質問ですが、今回のアルバムの中からです。
いろいろありますけど、License to Love っていう曲がありますけど、それは僕が、まあ、歌詞だけ作ったんですけど、これは、うん、ファンの皆さんからの、たくさん今までもらったそういうなんか愛とか応援をなんか僕からもなんかそういう思ってますよっていうなんかファンの皆さんに言いたいこと、そういう音楽なので曲なので、一番ファンの皆さんに聴かせたい曲は License to Love っていう曲です。はい、ありがとうございます。でちょっとあのアルバムから離れるんですが、今年の1月に JYJ のシングル Wake Me Tonight、があの発売されて、初めて日本でリリースされましたが、日本のオリコンデイリーランキング2位、翌日には1位、ウィークリーでも2位を取りました。新曲のプロモーション活動を日本で行わずに取れたこの順位について、どんな感想でしたかということです。なんか本気で JYJ から本気で、発売したのは本当に今6年ぶりかな、6年ぶりになってますけど、その中で全然、まあ、コンサート以外の、まあ、活動は全然日本でできなかったですけれども、まだこういうアレナで僕、まあ、個人でもできることも、去年のそのドームツアーも、まあまあ、ウィークリーで2位したのも全部本当に今これを JYJ として、そして個人的にとしては毎回これは本当に奇跡だと思ってますよね。奇跡じゃないと絶対できないことじゃないからと思いますよ。全然6年間活動テレビとかで全然ないのに、まだまあ、こういうなんか声とか、まあ、もうアリーナでできることで、ドームツアーできることで、まあ、これは本当に、まあ、ありえないことだと思ってるから、これは全部だからこそ、これは全部ファンの皆さんからの愛じゃないかなと思って、だからもっと今日僕たちはなんか進めるしかないですよね。だからこそもっと行けるしかないっていう気持ちで今日もその分頑張っていきます。で今のランキングについて、他のメンバーの方と何かお話をされましたかと、メンバーの方はどういうふうになんかおっしゃってましたか、お聞かせくださいということです。逆にそういう結果については全然お互い喋れないですよね。まあ、喋れないんですけど、でもやっぱり僕と同じにメンバーみんなが、僕もメンバーみんなも感謝しているんじゃないかなと思いますね。やっぱりその気持ちばっかりで、はい、もっと頑張っていきたいっていう気持ちです。